行こう。トレーサー、エイトの劇場、回転。今日はですね、はい、僕、絵好きじゃないですか。もう好きですね。はい。なので、はい、絵を描きたいと思います。描きたいんです。コメント欄で死ぬほど言われてたから、ね、ハードルが上がる上がる。書けば書くほど絵を追い込めてるからね。みんな追い詰めてるから。求めていただけることはすごいありがたいんですけど、逆にやりにくくなってそうだね、はい、で、今日じゃあ何を描くんですか。僕は何しようかなと思ったんですけど、はいはいはい、やっぱ大人じゃないですか。俺も30になりましたよ。まあ、そっか。おめでとうございます。ありがとうございます、はい、なのでスーツの絵をね、うん、描きたいと思います。ということ大人だからスーツの絵か。はい、そうですね。なんでもう一回休む。ボディーペイントをやりたいでしょ、ね、ボディーペイントをやりたいので、うん、今日は相馬さんに、うん、まあ、キャンパスになってもらって、うん、相馬さんにスーツを描きたいと思います。うわー、しんどいです。でもまあやりたいって言ったし、まあ面白そうだしね、はい、ボディーペイントってさ、海外とかの動画では見たことあるけど、実際やってる人って見たことないから。俺もやったことないもん。やべえじゃん。捕まっちゃうじゃん。だから俺の技術次第で相馬さん捕まります。じゃあやりたくないもん。カルビーが撮影で15時に相馬さんと外で待ち合わせしていただきたいなと思います。俺がボディペイント状態でってこと。はい、そうです。どこで。わかんないです。もう原宿とかじゃない。原宿は受け入れても警察が受けられないパターンがあるからね。そこだけがちょっと俺不安だけど。まあでも動画とかで見ると本当にわかんないぐらい上手い人とかいるじゃん。いや、います、います。あれぐらいやってくれたらいいけどね。できないです、あれぐらい。じゃあやめようや。じゃあ。ノリでやるんで。ノリでやっちゃおうか。ノリでやっちゃいます。ノリでやっちゃいましょう。ノリで捕まっちゃいましょう。はい。不安だな。いや、俺が一番不安なんだよ。じゃあそれでは早速描きたいと思います、はい、お願いします。じゃあ相馬さん、キャンパスになってください。はい、キャンパスになります。あ、いいになりました。早速もう緑に塗ってきますか。緑な。いや、相馬さんやっぱ緑のイメージなんで。はいはいはい。緑のスーツを。おー、はい、なるほど。嬉しいけどね、それは。わー、これって人間に塗っても大丈夫なやつなの。え、一応あの特殊メイクの人に確認しまして、これはあの初心者にも簡単にできますよって。え、じゃあできるできないじゃない、はい、人間にやって大丈夫かどうか。いや、でもあのおすすめですよって言われた。大丈夫かよ。いきます。はい。やばい、俺そうだった。俺ダメなんだ。動かれたら一生あんねえ。ごめんごめんごめん、ダメだ、俺ダメ。一生あんねえ。やばい。おー、なるほどね。うわー、冷てぇ。お前ちょっとそれはダメだ。さすがにこれは大変だぞ、これ。おい、やべ、ふぅ、はぁ、ふぅ、ふぅ、動いたらダメなんですって。ダメ。はぁ、はぁ、無理っすやん。いや、ごめん。おお、お前じゃ。お前ちょっと、おい、お前ちょっとわざとやんなって。それは入れ墨みたいになってるわ。これはこれでかっけえっすね。あ、乳首ポンポンすんな。乳首発色悪いんすよ。乳首ポンポン、ガムテープつけてる。乳首ポンポンすんなって。お前、あー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 、おい、マジで手元黒いの。お前、押すな、押すのダメ。無理なんで。押すのが一番気持ち。動くな、動くな。気持ちいい言うてるやん。もうなんかちょっといけそうっすよ。ちょっと見せて見せて、みち。あー、でも確かに。お、全然遠くから見たらなんか羽織ってるように見えるもん、うん、すごいね。よし、ズボン行きましょう。明日さすがにズボンは陳列剤になるので、はいはい、これだけ履きます。はい、そりゃそうです。そりゃそうです。表現としてちょっと嬉しいっすね。本当に思ってる。うわ、スーさんいるわ。やっぱいります。うん、スーさんお手伝いいただきます。スポンジあります。あ、ある。足冷て。スーさん今どんな気持ちですか。まあ、気分は良くないね。気分は優れないです。寒いです、本当に。めっちゃめっちゃ寒いです。もう風邪ひく予感しかしないです。これがめっちゃ冷たいんで、塗るたびに体温持ってかれてくって感じです。やば。
疲れ様です。あ、お疲れ様です。すいません遅くなりました。はい、全然シーンがあるじゃないですか。そうそう、あの時多分みんな聞いてられないんで結構 BGM も早い。あーチンチン、あーチチンがごめんね、伊勢。あー伊勢いや俺だってしたくないって。ツイッターってもう今射精したみたいになってるから。あー伊勢ごめん。あー今のやばい。優しくやったらやって、優しくやった方がやばいんで。ですよね。いや、そうだからやんなきゃ。優しくすんな。だからマジで。いや頼ますわ。しっかり感じてんのがイラつくわ。竹短い超欲しい。あと10秒で。5、4、3、2。息のこだわりが。はい。完成です。完成なのかわかんないですけど、ちょっと時間内にやるだけやったって感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。遠目で見たら全然良いかなと思った。全然良さそうだけどね。さっきちょっと鏡で見たけど、はい、これで止められることはないと思う。一瞬だったらね。一瞬だったらそうですね。どうですか、ちょっともう途中からもう勢い任せでやっちゃったんで、うん、細かいところはちょっとできてないんですけど、ちゃんとできてないんですけど、うん、でも結構めちゃめちゃいい感じだったもんね。ピッチピチのスーツ、ジョジョみたいな。これジョジョですね。ジョジョでもタイトル見えますね、かっこいいっす。いや、そうなんだよ、うん、ちょっと俺タイトルの服ありだなって思うぐらいのタイト感いいよね。はい、弱点は後ろっすね。後ろどんな感じだろう。もう真っさらっす。思ったより大変でした。いやでも今は大体4時間とか5時間近くやってこれできたらすごいと思うけどね。いやちょっとやっぱ初めてのことすぎて、うんうんうん、難しかったですね。タイヤの付け方とか、いや俺あんまリアルにできないなとは思っちゃいましたね。まああとやっぱめちゃめちゃ舌打ちされるっていう嫌な気持ち。俺にじゃないの分かってたら。ちくしょう、動くな。関節音入ってる。関節音入ってると足もめっちゃ踏んでたし。でもね、すげえ嬉しい気持ち。マジですか。素肌より尺あったかい。竹短い超コシパンスーツ。すげえ痩せて見えるもんね。明日すぐに痩せた人とかこれやったらいいよね。めちゃめちゃ痩せて見えるもん。結婚式とかで。あ、ちょうど俺結婚式のムービー任せてちょっとお願いされた人今やるわ。できますね。はいはい、はい、結婚おめでとうございます。おめでとうございます。いやー本当にね、はい、あれはもう3、4年ぐらい前か。結婚おめでとうございます。おめでとうございます。これ絶対バレてないよね。結婚式場の人これが裸だって絶対気づかない。初めてじゃない、結婚ムービー裸で撮ってる。じゃあちょっとカルビーの待ち合わせ行きましょうか。行きましょう。これ多分気づかないんじゃん、ワンちゃん。待ち合わせ場所に着きました。はい。でこれから店に行きたいと思います。はい。お願いします。お願いします。はい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 。どうしました？いや、分かんない。なんかおかしいっすか？なんだ、なんだ。でも登場シーンもいいってことちゃうやろ。いや、なんかもう空気感もちゃうやん。ちょっとお前なんかなんかやった顔してるやん。決めてるお前、もしかして。あ、決めました、今日は。決めてる。なんか、その、なんか、お前、後ろめたいことある人の行動やん。あいつが黒のあのダウンコートみたいなの着てることなの。あ、これ着てみようかな。これいいっすね、緑のやつ。ああ、そうやな。靴なんやの？スーツ用の革靴着て。しかも、ダウンコート着て。いや、その上。これちょっと着てみようか。なんか犯罪してんねえですよ。なんかやってんだ。ヒキョのタンプレ買うんでしょ。オープニングとか撮らんの。これかっこいい。オープニングかっこいいな。いや、お前裸やん。裸や。え？ちょっと乳首めちゃめちゃ見えてるから。ちょっと見せて。いいですか。ちょっとめっちゃいいよ。いや、お前これで来いよ。じゃあ見えさせたってしたぞ。え、最悪だけど、やっぱさ抜いてたのが分かった。いやいや、素晴らしいけどね。
意味わかんない。最初だからなんかその違和感だったの。え、どんだけピチピチなスーツ着て、違うなこれ、スパッと入んのかな、裸だあれだこのためだけに呼んだ。そう、もう帰ろ、バカだこのためだけに一応貸し切った。あ、そうです、バカだお前、わかんないと思う。いや、わかるでしょ、バカ。これ僕らがじっと見るから通行人ってパッと見る、あ、なんか変な人いる。なわけねえだろ、何これさ、あ、ダメか。どんくらい時間かかったの。5時間。いや、バカの時間かかったの。すごいなお前、頑張ってかけました。うまい。いや、すごいと思うよマジで。本当すか。冷めろや、服でしょ、服です。これどうなってんの、スーツの。生地確認して。あー、生地どう、あー、あー、おお、ちょっと俺に気があるんか。買ったな、それ。これ買おうかな。いいよ、気に入ってるやん。18,000円ですね。ワンチャン気づかれないよね、外でもね。いやでもだんだんボロ出てきた。皆さんちょっとこの iPhone 越しに見てほしいんですよね。わかんないわ、わかんねえわ。ちょっとだんだん近づいてきて、いや、裸やん。でもコンボさんはちょっとライバル意識芽生えてるわ、ちょっと。ライバル意識どういうこと、どういうこと。あ、俺は書かれんの。もうコンボ書かれる側ですよ。なんでやろ、なんで俺体張るんだろ。微妙な驚き方だけど、まあ良かったね。そうですね、良かった。5時間かけてるんでしょ。普通のバイトでも5,000稼げる。客入れましょうよ。入れませんか。見てもらえたよな、営業な。見てもらう場所かなと。いや、うちだから大きいみたいな。そうだね、書いた後に外ロケしようとしたの。そう、外ロケしようとしたんですけど、ちょっと公然わいせつ的にまずいっていう。え、それ外乗りする前に考えなかったの。ああ、考えなかったです。あ、もしもし、もしもし、あ、社長じゃん。お疲れ様です。いいよ、いけるでしょ。スーツ続きしていい。なんでなんで、なんで。はい、ということでこの動画良かったらコメントとチャンネル登録、高評価、積極的転載をよろしくお願いします。ということで皆さん、バイバーイ。天才やな、お前。おー、コンボさん言われたらめっちゃ嬉しいっすね。だけどもう動画溜まってるから。え、けど天才だね。いや、終わってんじゃない。てか、天才じゃね。